はいどうもこんにちはこんにちはこんばんは「こんばんばは、えー、妖怪ウォッチウキウキペディアシャドウサイド」2> 第2弾が、まあ、現在好評稼働中で、まあ、我々もねなんとかス田クまでいったね,でたね厳重ので今多分えっ、ー、となんだっけ噂アップ状態噂アップ<噂>ああアップ状態か最高7個ぐらい噂落ちるなんか前8個まで落ちたよね、うん、そうそうそうあれが発動中ですかね はい、で新情報が来ましたんで新情報とは何だろうね紹介しますよ、はい、なんとドワンお映画イヤうん3段がね12月稼働予定なんだよね<ん>でこれね多分ね12月13日から稼働だと思うんだけど<ん>これね映画連動イベントのようですね「猫こまた」なんか「やさえんま」 ね、出てるこれ映画エリアそう映画エリアだよねこれ映画は12月14日からだから,、うん、だからもしかしたら3段いや去年もそうだったんだけど3段は12月13日始まって彼らは12月18日から出てくるかもしれないねうん、うん、だからちょっとその辺は流動的ですかねうん映画ねマイル券も持ってるからねはい楽しみですねで まあもちろん一応今出てるのはネコマタネコマタうんそんで支援でヤシャエンマとヤシャエンマヤシャエンマねこれなんだっけこの持ってるやつえっヨーマコンだっけヨーマコンかねそれとさなんかこれアニメで出てくるやつの なんか似てるそうだねこれかもしれないうんこれだよ <laughs> かもしれないじゃなくてこれだよねまさにこれだよねうんそうそんでえっとんなんだこれは仙台エンマそうあのちょっとネタバレなんだけど親子の問題ってさ映画のあのなんつうの予告で言ってんだけどうんえっとコロコロコミックでも出ちゃってんだけどエンマ大王と シエンが親子なんだよね親子とは知らんかったな、うん、<laughs> でまあ映画このねこの親子の揉め事で先代閻魔が、ね、小栗旬君演じる支援支援が支援、うん、と閻魔、まあ、大王継ぐのかって話なんだけどっていうのが映画だけどねなんか正義が悪を生んだようだ <laughs> そんでえー、っとまあ映画連動ミッションってのが シンを助けるたびに出ようっていうのがです、ね。シンも登場だね。うん、で、まあ、映画「妖怪ウォッチ」「ホーエバーフレンズ」に登場する妖怪たちと友達になろうっていうことで、うん、今回、今までは怪奇ミッションだったけど今回はシンを助けようになって。助けようか、うん。この子なんだっけ下町えー、シン。うん 下町じゃないんだよね。下町だよね。うん、下町。うん。で、まあこれ猫まがいるけど、マップ上にいる妖怪に話しかけようっていうことで。猫まって A ランクなんだ。ええー、本当に？本当だ A って書いてある。いや、そりゃないだろう。<laughs> 本当だね。ええー、A ランクやめてほしいな。本当か。え、今回三人しかいなかったよね。いやでも三人のはずないと思うんだよな。だよね。なんか出るよね。うん エンマコンでまあバトルに勝つと友達になれるかもとでさらにまあ次のプレイで登場する妖怪の情報を教えてくれるってまあ怪奇案件みたいな感じなのかな<お>どうなんだろうな映画ミッションを全てクリアすると<ー>新しい妖怪出現するかも新しい妖怪なんだろうねということでシャドウサイド3段から友達にできる新妖怪今んとこ猫股だけ出てるさあ必殺技なんでしょう何だと思う ネコ股百0列肉球とかさあ正解はドン一撃必殺肉球でした一撃必殺肉球っていう名前なんだちょっと惜しかったかな <laughs> はいなんでネコ股ちょっとネコ股 A ランクの予感はあるんだけどなんか微妙に微妙になんかネコ股かわくないねこれなんだろうね <laughs> うーんよくわかんないけど <laughs> って感じで一応ね ま,あまだねこの支援とかにシャゃえんまのちょっと情報は出てないんだけど、うん、とりあえずネコはねネコマタ肉球じゃなくて一撃必殺肉球という必殺うん分かっているみたいなんでうんちょっとこれ楽しみにしたいですねまたね新情報も多分出ると思うんではいおおねそんな多分ね12月13日稼働なんだけど、うん、去年のえっと 闇エンマとジャオカイラの時は、はい、あの3段が始まったあ,あ時何段だかなあの時始まったんだけど映画エリアは映画が始まってから出たんだよね,そう,だよねそうそうあの時トレジャーモードにジャオカイラと闇エンマが、えー、と期間限定で出てきたんだよだから今回もそれになるのか、うん、それともでもあでも違うねトレジャーモードじゃないもんねもうマップで出るって分かってるんで だからいきなりなのかなでも12月13日だとまだね映画がね公開されてないのでだよねうんだからちょっとどうなるのかね映画12月14日ですね月月日日だからだ,からただキューキュペディアは13日から始まって、うん、映画は14からえ 1>, で1日遅れで映画エリアなのかもしれない前はねそうだったうん 1>, 1日遅れてた。 なのでちょっとその辺がどうなるんでしょうねまあウキウキペディアもねいつも木曜日からだけど今回、はい、に限っては金曜日からかもしれない<お>14日からかもしれないけどねで今回ね映画ミッションすべてクリアすると新しい妖怪がっていうのは、うん、もしかしたらヤシャエンマの羅ツなのか紅花なのか紅花なのかしょうねこれはちょっと楽しみですね ね、通常の姿じゃなくて氷の竜を宿した羅折と炎の竜を宿した紅花に変化するんで変化うんどうなんすかねまあプニプニもどうなるのかって感じだけどあプニプニもねまあ本当にねでこの妖魔マコンがねすごいっすよねうん右に回せば炎の竜で左に回せば氷の竜って感じでなんかねエ魔マコン 持ってるからこれね持ってるので返信しちゃったりするえー、<laughs> これいつきがこれになるんかねまさかえー、どうなんだろうねえちょっと楽しみにしたいですね。妖怪アークもねなんかねコロコロコミックで1万名産プレゼントだからこれ申し込んだ方がいいね。<laughs> えー はいということで非常にね楽しみな第3弾12月多分13か14から稼働だと思いますほー映画は14だけどねはいじゃあ2段2段どうでした ?2 段もまあね2弾ねなぜかねなぜか なんか四天童寺がねなんか出るの早くねって感じましだって普通四天童寺は後だろうって思ったけどなんで朱雀が後なんだろうって感じだったけどねまあ支援の前だからね。でなん,でなんでか知らないけど朱雀がさ不思議族じゃなくて王族だったからね王ってのは分かんなかった全然分かんなかったね。住スザクがなぜか王だったね。たねで毎回5体しか信用怪出てこないんで。 今回は3体プラス何かが出るかもねうんちょっとね相変わらずねフクロウフクロウはねなんか人気だったよ <laughs> ああそうだ、うん、もしかしてさ卵の前かもうんそうだねだからこの3段は一応出てないのは朱雀のさ普通の幻獣じゃない方も出てないし剣舞魔人のあの玄武も出てないしあっ玄武 不動明ボーイだって出て出ないでしょあ天の、うん、あとほらオロチのほらオロチのライトサイドあシャドウサイドあライトサイドもそうだしシャドウサイドもあオロっオロチも出てもいいしあジョロウグモとかそうジョロウグモもいるしねあとはキリンの幻獣とかねあ<ー>、うん、もちろん洞結洞結もそうだしさ確かに洞結より先に出たね四、うん、天堂師ね出てないのいるんだよねだから ちょっとね、開発の方たちね、5体じゃ寂しいんでね、ちょっと思い切って、これじゃあ3体はないよね、10体、10体、10, 10体か。10体ないと2ヶ月楽しめないよね。<laughs> <laughs> なんでね、はい、ちょっと新しい妖怪ね、いろいろまだ出てないのもいるんでね、あの、ズンドーマルでもいいんでね、え <laughs>。あの、ちょっと出てほしいですね。はい、じゃあ今回はこんなところですかね。うん なんか言いたいことある？いやー妖怪ウォッチは妖怪ウォッチ4。いつでんだろうね。<laughs> あ<ー>うん、それもちょっと。今回はね。妖怪ウォッチ123やったことないんだけどね。4はやりたいですかね。うんはい、じゃあこんなとこにします。はい、じゃ、どうも。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、えー、よろしければチャンネル登録お願いします。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。 はーい、さよなら。さよなら。映画楽しみだね。うん。十二月十四日からです。支援の戦い、どうなるだろうね。どうなんだろうな。